反省集を残すのみということになってきました。私あのスイートもそうですけど、ゴールドもちょっとあの糖度が低い傾向にあります。まあ、これから反省集もちょっと心配しているところです。晩成酒はもう富士が全国で 54% ということで、圧倒的なシェアを持っているわけですけども、まあ、生産者にと、まあ、味とかについてはもう消費者の大きな支持があるわけですが、一方で生産者にとってみれば着色ですとか食品価格の面ですとか、まあ、いろいろ扱いがしづらい今日のシナノホッピーにつきましては、そういうことで、まあ、この時期に着色が出やすくて、早くという品種ということで、この3月6日に品種登録されました。で、まあ、今日天井に来ていただきますけども、適期収穫というのがやっぱり問題になってくるのかなというふうに思っています。それぞれ、現地のものも今日見ていただくかと思いますけども、現地の情報もまたいただきながら、シナノホッペについてはその、この時期ゆえに、という位置づけの問題もあるかと思いますが、私現状とすればより生産拡大をしてもらいたいと思っています。各地の情報もいただきながら、いい検討会にしていただけると思いますので、よろしくお願いします。